皆さんこんにちは、サントテニスチャンネルの小野寺です。サントテニスチャンネルの手塚です。こちらの番組はですね、皆様にテニスの最新情報だったりとかお役立つ情報を皆様にお届けしていきたいと思います。今回のコンテンツはですね、サントテニスチャンネル独自のサントランキングをご紹介していきたいと思います。こちらはですね、お客様の人気商品だったりとかスタッフのおすすめ商品などをご紹介していくコンテンツとなっております。今回のサントランキングで取り入れていくのは夏のラケットキャンペーンの売れ筋ランキングとなっております。それでは早速手塚さんにご質問していきたいと思います。こちらのラケットキャンペーンなんですけど、はい、どういったキャンペーンとなっていますでしょうか。はい、キャンペーンの内容はですね、およそ1ヶ月間ですけれども、当スクールの会員様1000名様以上の方にですね、おすすめのラケットをご購入いただくということで、やってるキャンペーンになっております。こちらは売れ筋だったりとか売り上げとかはどうでしたか。はい、そうですね、非常に新しいラケットも出る時期ですので、多くのお客様にご好評いただきましたね。それでは早速ランキングの方をご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。早速第3位の発表をしていきたいと思います。第3位お願いいたします。はい、第3位はですね、ヘッドのブーンプロになります。こちらはどういったラケットの特徴がありますでしょうか。はい、まずですね、スペックの部分なんですけども、フェイスサイズが98平方インチ、重量が 310g ですね、バランス 310mm のフレーム厚が 22mm となっております。フレームの特徴としましては、細長いボックス形状のシャフト、ここはかなり柔らかくなってまして、フェイス部分ですね、こちらはラウンド形状でパワーが出る、フェイスとなっておりますね。はい、こちら使用選手はいらっしゃいますか。はい、使用選手は男子ですとムゼッティ選手、女子ですとガウフ選手が使用しております。実際にラケット使ってみた感じはいかがでしょうか。はい、そうですね、シャフトの部分が柔らかいということでかなり食いつき感を、感じますし、ただそれだけじゃなくって、しっかりとこうボールにパワーを伝えられるラケットかなという印象ですね。また、ここの部分にヘッドの新しいテクノロジーでオーセチックという構造が使われてまして、そういったところから来るスイートエリアの広さも非常に魅力的です。今回第3位は、はい、ヘッドのブーンプロでした。それでは第2位の発表をお願いいたします。はい、第2位ですね、ヘッドのブーンチーム L になります。はい、こちらはどういった特徴がありますでしょうか。はい、第3位で、ご紹介したですね、ブーンのシリーズになるんですけども、こちらはですね、フェイスが107インチ、少し大きめの107インチで、重量がですね 260g とかなり軽量のモデルになっております。フレーム厚もですね 26mm と、厚くなっておりますので、女性の方、非力な方、あとはジュニアの方ですねにおすすめなスペックとなっておりますね。今ジュニアの方におすすめとのことだったんですけれども、はい、ジュニアの方で結構使ってる方は中にもいらっしゃいますか。そうですね、お客様の中にも、27インチの大人用のファーストラケットとして、使用していただいたりとかっていうのが実際にスクール生の方でもいらっしゃいますね。はい、こちらのラケット使用選手いらっしゃいますでしょうか。はい、ちょっと軽いスペックなのでプロの選手で使ってる方はちょっと今現在はいらっしゃらないですね。こちらもラケット実際に使ってみていかがでしたか。はい、そうですね、やはりシャフトの部分の構造からくる柔らかさとか、フェイス部分でパワーが出るっていうところは第3位でご紹介した、プロに非常に似たようなところがあるんですけども、やはりなんといってもこう軽さからくる操作性の高さですね。ボレー、ストローク、サーブ、すべてのショットにおいて、取り回しがよく、振り遅れることなく扱えるというのがこのラケットの魅力だと思います。はい、それでは今回第2位は、はい、第2位ヘッドの、ブーンチーム L です。それでは第1位の発表をお願いいたします。はい、
第1位です。第1位がヨネックス E ゾーン100になります。こちらはどういったラケットでしょうか？はい、そうですね、E ゾーンというシリーズ、もともとヨネックスの中でも非常に人気のシリーズだったんですけども、今作になりまして、より一段とこうパワーですね、ボールにこうパワーが伝わるような構造となっております。スペックの部分でいうと、フェイスサイズは100インチ、重量が300g ですね。そしてストリングパターン16、19、まあ、いわゆるこう黄金スペックっていう、ところのラケットになります。はい、こちらのラケットは女性だったり男性だったり、どういった方におすすめのラケットでしょうか？はい、まあ、重量 300g ということで、女性男性問わず、性別問わず、あとまあ年齢もですね、比較的幅広い方にお使いいただける、かなりオールラウンドな1本かなと思いますね。こちらのラケット、使用選手いらっしゃいますでしょうか？はい、使用選手ですね、先日ウィンブルドンで準優勝でしたけれども、キリオス選手だったりとか、あとは日本人であれば大坂なおみ選手だったりとか、車いすテニスの国枝慎吾選手も使用しております。はい、実際に使ってみた感じはどうでしょうか？はい、そうですね、やっぱりこうこのラケットの、売り文句はめっちゃいい飛び、いいゾーンって言うんですけど、その売り文句の通り、非常にこう爽快感のあるボールの飛びと、ただ飛ぶんですけど、抜けてってこう飛んでっちゃうよって感じではなく、飛ぶけども収まってくれる、バランスの良さ、そしてこの 300g、100インチという黄金スペックですね、まあ、どなたにも使いやすい、そういった、仕上がりになってるかと思います。はい、それでは第1位は、はい、第1位ですね、ヨネックスの E ゾーン100でした。はい、それではランキングご紹介が終わりました。こちらの3種類なんですけれども、店頭在庫だったりネットの方の在庫などいかがでしょうか？そうですね、比較的新しいモデルですので、在庫はご用意しているんですけども、やはりちょっと人気のモデルですので、変動があったりとかですね、しますので、まあ、お買い求め早い方がいいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。すごい青が多いラケットになってますね。そうですね、夏なので、爽やかなカラーがお客さんもいいのかなっていう、はい、もしかしたらかもしれないですね。チョコミントと、まあ、ブルースカイみたいな。そうですね、はい、はい、ぜひサントショップの方もご覧いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。